デバは、スペインバスク州ギプスコア県のムニシピオである。大西洋のビスケ湾に面する。ギプスコア県の沿岸地域では最西端部にあり、ビスカヤ県との県境に近い。自治体域にあるエカイン洞窟は、世界文化遺産、アルタミラ洞窟と、スペイン北部の旧石器洞窟美術の構成遺産である。デバの B チ大西洋のビスケ湾に面する。 ギプスコア県の自治体としては最西端部にあり、面積は約51.5平方キロメートル。ビスカヤ県との県境にあるムトリクに隣接している。東側に数キロメートルの距離にはスマイアがあり、西から順にムトリクレバ、スマイアの3自治体はバスク海岸、ジオパークを構成している。自治体域は青い海と緑の山々に囲まれており、いつやる ラストルという三つの中心集落に加えて、130の小規模な集落が自治体内に点在している。最も大きな集落であるデバ集落は、デバ川川口の右岸側にあり、大きくて美しいビーチがある。サンティアゴでコンポステーラの巡礼路の一部が通っており、巡礼者向けのホステルがある。デバの自治体域には50以上の洞窟があり、エカイン洞窟。 エルミッティア洞窟、ウルティアガ洞窟などの豊かな考古学遺跡がある。これらの洞窟からは、旧石器時代の貝塚や骨で作られた森などが出土しており、エカイン洞窟には魚類の洞窟絵画も描かれている。古代ローマ時代の年代記でも現在のデバの海岸やデバ川が言及されており、この河川の名称が町の名称の由来となった。1294年。 三朝四世がイツヤルで住民に町の設立認可を与えた。イツヤルの住民はより海岸に近い場所に移動し、1343年に現在のデバに相当する新しい集落を築いた。15世紀のデバはカスティーラ王国やアラゴン王国から集めた羊毛をヨーロッパ諸国に対して輸出する海運業で発展した。19世紀にはデバ港が衰退し、 代わりに観光業が成長し始め、ヨーロッパにおける観光産業のパイオニアの一つとなった。サコネタの特徴的な地層デバの町は、サンティアゴ海岸とラッパリ海岸という二つの海岸を有しており、それぞれ ISO14001 に認定されている。海岸近くには、カルデナス遊歩道とパブロソロサバル遊歩道が長く続いており、海岸部には小規模なマリーナがある。 マリーナの対岸には湿地が広がっており、ウ、サギ、デイチに生息する何種かの鳥類などのために、カサカンポ保護区域が指定されている。デバの海岸は、バスク海岸、ジオパークに指定されている。メンダタとサコネタは壮大なフリッシュ地層であり、干潮時には印象的な景観を生み出す。これらの地層は、柔らかい岩石と硬い岩石の層が、 交互に重なることで形成され、波による侵食で数百メートルの断崖を形成している。イツヤルの集落は出橋街地から6キロメートル内陸に入った場所にある。イツヤルにはイツヤル教会があり、この教会にある12世紀のイツヤルの聖母像が崇拝されている。イツヤルからさらに内陸に入ったイサライチ階にはラストルダニがあり、サンニコラスでラストルの集落には 教会、かつて製鉄所だった、いくつかの製粉所、バスクペロタ競技場、わずか4件の民家がある。ラストゥルガニは1335年の文献に登場し、谷にある製鉄所の要請で、アルフォンソ11世が木の伐採を承認したことが書かれている。エカイン洞窟デバの自治体域には、カルスト地形のイサライツ3階があり、多くの洞窟が存在する。 サスタラインダニのエンドイア地区にはエカイン洞窟がある。1969年に発見された、この洞窟にはマドレーヌ文化期の紀元前15000年から紀元前12000年の洞窟絵画があり、2008年に世界文化遺産アルタミラ洞窟とスペイン北部の旧石器洞窟美術の構成遺産の一つに含められた。 世カイン洞窟には70以上の物体が描かれており、その大半は馬であるが、熊、バイソン、鹿、ヤギ、サキなども描かれている。洞窟絵画の状態は良好であるものの、保存を優先して非公開となっており、洞窟近くの展示室でレプリカを見学することができる。デバは重要な観光地である。デバ集落のレルスンィ通りにあるアスンシオンの 聖母教会は16世紀に建設された。文化的観点で、アスンシオン教会は、デバで最も興味深い場所であり、このバスクゴシック様式の教会は、重要文化財建築物に指定されている。バロック様式のデバ庁舎も注目すべき、建築物である。デバで最も重要な祭礼は、町の守護聖人である聖ロケの祭礼であり、8月14日から8月20日に、 祝われる。この祭礼では、太鼓の演奏、エンシエロ、若いお牛と若手闘牛士による闘牛、伝統舞踊、屋外パーティなどが開催される。デバ駅ビルバオからサンセバスティアンを経由して、スペインフランスに至る AP-8 号線が、デバの自治体域を通っているが、AP-8 号線と並行する一般道である。 N-634 号線はより出バ市街地に近い部分を通っている。AP-8 号線と並行してビルバオとサンセバスティアンを結ぶバスク鉄道の路線が走っており、デバにはデバ駅が設置されている。空港としてはサンセバスティアン空港、ビアリッツ・アングレット・バイオンヌ空港、ビルバオ空港からデバの街にアクセスすることができる。自動車での所要時間は サンセバスティアンから約25分、ビルバオから約35分、アンダイエから約40分、ビトリアガステースから約60分、パンプローナから約70分である。ありがとうございます。